あれなんですね、学会とか行くと、まあ、いろんな人と話して、まあ、あんまりあの年上の人とは仲良くないんで、こう近い人たちと話して、奥手でこう話してると、うん、やっぱりなんか、東大の人たちとか、やっぱこのつながりみたいな、この脈みたいなやつあるじゃないですか。はい、こうなんか、こう誰々先生のところでこうやって、はい、あとまあなんか、早稲田のヒューマノイド系列の人たちとか、はい、まああとは、細田先生もそうですけど、京大の声優の吉川先生とかの、この脈みたいな。で僕はなんか自分が何なのかっていう、だから そういう、なんていうかな、こう、いろんな偉い先生たちの、この流れの中で自分がどういう位置にいるんだみたいな。要はなんか NHK でファミリーヒストリーって やってるじゃないですか、結構系譜たどっていくみたいな。なんかそういう話をよくこう聞くと、僕ってなんかどういう風になるのかなって、思ってたんですよね。で、なんか正橋となんかよく分かんないし、その石尾先生のお師匠さんの辻先生っていう先生がおられるらしくて、まあ、もう当然あのすごく偉い先生で、もだいぶ年上の方なんでお会いしたことないですけど、で浅田先生の恩師もその辻先生だと。でもなんかまあその辻先生がロボットというよりなんかコンピュータービジョンだったんですかね。なので、まあ、そういう時にこう自分のこの系譜みたいなやつをなんかあんま感じることができなかったんですね。まあ一回それ浅田先生に言って怒られたことあるんですよね。そんなの気にすんなみたいな。お前それ気にすんのは間違ってるみたいな。関係ないでしょみたいな。まあそうですねって言ったんですけど、まあそれ結構気になってて、で、それでさっきの、あれなんですね、ロボット学会誌見てるときに、その知能ロボットっていう解説書いてたの辻先生だったんですよ。だからなんかそういう風に繋がってんだなと、すごく、まあその時は嬉しくなりましたよね。うん、なんかあそう。辻先生が知能ロボットっていう解説、その時一巻第一号で書かれて、でその研究室にいた石黒先生とか浅田先生とかが、まあ、自分のこのまあ恩師 でそういうふうに続いていってるんだなと。で細田先生、まあ、前のボスですけど、細田先生がそうやって京大の吉川県でその西部、まあ、そこいっぱいロボットに偉い先生いっぱいいてますけど、まあ、そういう流れの中に自分がいるんだなっていうことがなんかまあちょっと理解できて嬉しかったですね、その時には、うん、あんまり考えてなかったんですけどね、はい、であと僕実はあれなんですよ、ロボット学会って1983年の1月28日設立なんですよ。僕の誕生日なんですよ。それすごいですね。はい、では僕の生きてる時間がまあロボット学会できてからの時間なんで、